はい、おはようございます。寒いですね。はい、冬でございますが、キャンプ道具、ランタンのサンプリングレビューでございます。こんな出ました。なんかくるんできたよ。こうドンと、ランタンね、今うちにあるのはね、とりあえずこれ、はい、まあずいぶん前にホームセンター、アウトドアショップだっけ、うん、で買ったこれジェントスのエクスプローラーランタンで、こっちがこの間のソーファイヤー、ちょっとこれね、うん、置いてみるか、ドンと。でこっちのライトがボンと、これ上だけど、これね、これ向きグリーンって変え、こっちだ、向きを変えると、よいしょ、こういうランタン、うん、なんだけども、これでございます。はい、というわけでね、うん、これちなみに電池がね3本、はい、よいしょ、こんな感じ。これ入れやすいね。これがちょっとね、電池入れづらいんで、実は。あー、入れ蓋を閉めまして、ランタンって夏はキャンプなんだけど、うん、車中泊でも使うんだよね、うちはね。あー、使う。車中泊、車のランプつけっぱなしはさすがにちょっとバッテリーが怖いから、うん、家の中でこういうランタンとか使うんで、結構需要があるんですよ、うん、これ開けてみます。いくよ、せーの、パカッ。スイッチ、これちなみにありません。うん、開ければつく。これ結構便利なんだよな、うん、暗い時にね、これだっけ、うん、スイッチが分かんないどこじゃどこじゃ、スイッチどこじゃなんだ。これはもうバカ。あと明るさだよね、うん、どん明る、結構眩しいな。ランタンって、うん、ライトと決定的に違うのは、うん、明るきゃいいってわけじゃないんだよ、うん、っていうのもね、こっち置いてみよう、どん。こうやってこうやってぶら下げるのもできるし、こうやって、まあ、置くのがしたいかな。これはあれだよね、手回し充電。ああ。手回し、こっちだっけ？こっちか。手回しで充電して、これちょっとこれ消してみようか。これは、まあ、ぼんやりだよね。これの近さの防災用品的な意味合いが強いかなと。はい、で、こっちがね、どっちかっていうと今の使い方としてはね、ぶら下げが多いんだよ。これ意外とね、これだと光がさ、見ての通り割とこう黒くてここ明るいんだけど、うん、なんかコントラストが強すぎるんだよね、強弱が。なるほど。でもこれね、こいつはどっちかというとこうやってぶら下げて使う方が今メインになってるのかな、ここに。これ引っかかるようになってるから、うん、で、卓上が欲しかったんだよ。机の上に置くタイプ、机に置くタイプが欲しくてんで、これなんだよ。あれ、ここ、はい、あ、役者見え、寒いね。あ、これすごい、うん、これちょっと電気消してみようか。そうね、こうやって並べてみると面白いね。同じランタンってだってこうも性格違うんだね。こっちはそう、はっきり鍵ができる。で、今回のこちら、割とまろやかな光が、色的にはね、寒色でちょっと冷たい感じがするんだけど、でもまろやかな、柔らかな光なんだね。はい、というわけで、はい、3つ開けると面白いです。はい、やっぱりした、なんかキャンプっぽい。これだよね、この対決だよね。色としてはこっちが、ね、ちょっと電球色っぽくて、その感じなんだけど、ただこれがね、やっぱりね、ご飯の時とか食べる時に置けないんだよね。ここが暗いっていうのは、これだと狭いじゃん。でこうやって高いところにすると結局影になっちゃうんだよ。なんでもぶら下げてんだけど、こいつもぶら下げて専用になったんだよ。あ、これだけだと綺麗だな、うん、これ広い、広くて、これをぶら下げるとあれだな、結構大きい、もうちょっとあれだな。ここの影がないと本当に理想なんだけど、そういうのさすがにないのかな。そうなると、ここの上の LED をこうしないと。これ広いね、うん、あ、これいいわ。これ車中泊に行けるかもしれない。でもね、今思った、畳みます、ひっくり返したらドン。あ、いい、おおこれいい、これいいのか、これいいよ、これいいよ、これだったらいいよ。これがなんていうの、ご飯食べるときとか下を照らしたいときにこれでほら、ここを照らせるんだよね、
で、普通の時はこっちにすればいいんだよ。はい。よいしょ、こう畳よう。いいじゃないですか。はい、見た目がね、ちょっと武骨な感じぐらいですね。ちょっとゴツゴツとして結構大きいです。そして LED はこれいくつなんだろう。LED いっぱいありますね、なんかね。はい、というわけで、はい、寒いからちょっとキャンプはきついけども、はい、行くよ車中泊。スキー行くよ、スキーやった。ライト持ってスキー行くぜ。車中泊便利です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。